林が執筆したエイリザッパリー・リューストレ氏の日本特集号。日本人自身による初の西欧向け日本紹介記事であった、林忠しから1906年4月10日は、明治時代に活躍した日本の美術賞。古中国高岡出身。1878年に突仏。多くの芸術的天才を生んだ19世紀末のパリに本拠を置き、オランダ。 ベルギー、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国、中国などをめぐって日本美術品を売りさばいた。美術品の販売ばかりではなく、日本文化や美術の紹介にも努め、研究者の仕事を助けたり、各国博物館の日本美術品の整理の担当をしたりした。1900年のパリ万国博覧会では日本事務局の事務官長を務めた。 その文化的貢献に対し、フランス政府からは1894年に、教育文化功労賞2級を、1900年に、教育文化功労賞1級及び、レジオンドヌール3等賞を贈られた。また、浮世絵からヒントを得て、新しい絵画を作りつつあった、印象派の画家たちと信仰を結び、日本に、初めて印象派の作品を紹介した。 1883年に死没した、エドアールマネと親しんだのも、日本人として彼一人である。1905年の帰国に際し、500点もの印象派のコレクションを持ち帰り、自分の手で西洋近代美術館を建てようと計画したが、その翌年に果たせぬまま東京で死没した。52歳没。1853年、100万国。 前田藩領の古市中国高岡の乱暴下界、長崎琴都の次男として生まれた。陽名、志芸に。祖父の長崎広司祭は著名な乱学者であり、幼い頃から、日本国外への憧れを育てられた。1870年、明治維新を機に、富山藩大三次に就任したいとこの富山藩士、林太中の養子氏となり、林忠正を名乗る。 翌1871年、富山藩高新生として上京し、大学南校に入学。大学南校は1873年に改編されて、改正学校となり、1877年には、東京大学と改称した。授業は親とい外国人教師により、すべて外国語で行われた。1878年、パリで行われる。 万国博覧会に参加する、規律交渉会社の通訳として突出した。すでに1875年、いとこの磯部史郎が、パリ大学に留学していたこともあり、大学を中退して、憧れのフランスに渡った。当時のパリでは、日本美術への人気が高く、博覧会でも、日本の工芸品は飛ぶように売れた。トロカデロ宮殿内の、歴史館では、 各国の参考品が展示され、特に日本に興味を持つ印象派の画家や評論家などは連日、日本の展示物を見物に来ていた。林はそこに立って、流暢なフランス語で詳しく説明した。その熱のこもった解説を通じて、彼らとの親密な交友が始まり、その友情は林の死の日までも続いた。博覧会の後もパリに残った林は、 1881年頃から美術の仕事に戻り、元切り工商会社の副社長、若い兼サブ三郎と共に美術雑誌の主筆、ルイゴンスの日本美術に観光、1885年に改訂の著述を手伝うことになった。林はこの大きな仕事によって日本美術を体系的に学び、また日本工芸の第一人者和解から鑑定の知識や 資料も譲り受けた。ゴンスは著書の冒頭で林の能力を高く評価し、協力への感謝を記している。1884年1月、日本美術の情報と案内と銘打った美術展を開く。林の日本文化の豊富な知識と人柄に魅せられた日本美術愛好家たちは、その小さな店に足しげく通った。同年7月には、若いと、 合同して和解、林商会を作った。和解が日本で厳選した工芸品をパリに送り、ヨーロッパ各地で行動的に販売する林によって商売は順調に伸び、1886年には大きなアパルトマンに移った。同年、和解から完全に独立、林商会を開いた。だが同じ頃、日本商社のパリ支店は次々に店を閉じた。 その理由は彼らがヨーロッパの客が日本美術の何を求めているかを知らなかったからである。林のパリの店舗も1891年には門を閉め大金持ちの客のみを相手にするようになっていた。北川歌丸や鳥居清長などの絶頂期の浮世絵がパリに現れたのは1883年後半頃と推察される。 その頃まで日本美術とは主に工芸品のことであり、浮世絵は印象派の画家や少数の愛好家だけのものであった。その浮世絵も肉筆画や刺し絵本、葛飾北斎の作品、そして幕末期の戦記物、化け物などの芸術性の乏しい浮世絵が中心であった。だが日本を知る人々は、 時代を遡る、優れた作品がまだ、日本に眠っているはずと信じて、華麗な錦絵を探し出し、パリに送った。初めて見る、絶頂期の浮世絵に、パリの人々は狂気した。だが日本では、浮世絵は癒しいものとされ、町の浮世絵店でも、歌丸や清長のあでやか、浮世絵など存在さえ知らなかった。林も、主に工芸品を扱っており、 浮世絵に重きを置かなかった。だが、優れた工芸品が次第に少なくなり、浮世絵の販売に転じたのは1889年頃だった。和解との共同も解いて、日本に本店を移し、何人もの専門家を置いて優れた浮世絵を探らせた。早くから浮世絵を扱っていた日本美術賞のサミュエル・ビングは、1888年頃から、 たびたび浮世絵展を開き、浮世絵に夢中になっていた富豪たちを、浮世絵コレクション作りに共存させた。浮世絵の価格は高騰し、日本美術イコール浮世絵という時代が始まったのである。1902年、パリに残した林のコレクションは、サミュエル・ビングによって売り立てられ、そのうち浮世絵版画は、約1800点に上り、写楽だけでも24点があった。 林が取り扱った浮世絵は、優れた作品が多い。それらの浮世絵には、林忠正の商品が押され、現在でもその作品の価値を保証するものとされている。彼は、浮世絵を野心で、その芸術性を認めないならば、日本から、浮世絵は失われてしまうだろうと日本人に、警告している。そして、どれほど金を積まれても優れた作品は手放さず、 自分のコレクションとして日本に持ち帰った。だが、林の死後、浮世絵に高い値がついて日本に戻ってきた時、人々は浮世絵を流出させた国賊と林をのった。だが、彼ほど浮世絵の卓越した芸術性を知り、200年にわたる日本版画のすべてを守った者はいない。 林が印象派のコレクションを作り始めたのは1890年頃からである。まだ貧しかった印象派の画家から浮世絵の代金代わりに受け取った作品が手元に溜まって祖国の若い画家たちのためにコレクションを作ろうと思い立った。1870年代当時初めて印象派の作品を見たパリの人々は狂人の絵とまで酷評した。パリの保守的な市民は 伝統的な絵画とはあまりにも異質な色彩や構成その画題に肝を潰した。1890年代に入って、クロード・モネやエドガード画などの作品は高値で売れ始めたが、保守的な人々は容易に認めなかった。印象派の画家たちと親しかった林は、彼らの絵画を理解し、彼らを経済的にも援助した。貧困のうちに死亡したアルフレッド失礼の遺族を、 救うために700フライもの虚金をしている。当時、パリに留学していた日本人画家は印象派の改革運動も知らず、関心も持っていなかった。日本に西洋画が取り入れられて日も浅く、まして西洋画排斥の激しい逆風の中で西洋画の古い技法を学ぶのが精一杯であった。帰国後も印象派が否定した茶褐色の古い西洋画や、 和洋折衷の絵を描いていた。1893年頃から、林は帰国するたびに参考品として、印象派の作品を展示していたが、見向きもされなかった。新しい絵画の担い手にしようと、黒田清照を、絵の道に転向させたのは林である。後に、日本の印象派と呼ばれた、黒田も、印象派を真に理解していたとは言えない。林は、病のために、 計画していた美術館建設を断念したとき、誰かが実現してくれるよう遺言を残している。しかし、1913年、アメリカ合衆国で競売に付された、林コレクションは、理解もされないまま林の夢と共に参逸した。黒田もまた、手を貸すことはなかった。明治政府は貴重な貿易の機会である万博に、熱意を持たなかった。だが、 林は最後まで万博に関わった。国の政策を批判しながらも、種目別の博覧会にも、個人で参加した。1900年パリ万国博覧会は、日清戦争に勝利した日本にとって、重要な博覧会だった。パリに強い基盤を持ち、博覧会の経験も、多い林は、伊藤博文や西園寺金持ち、アリス川の宮などの推挙によって、 博覧会事務官長に抜擢された。本来であれば農商無償の時間がつくべき地位に、一階の商人が就任したことに人々は驚き、嫉妬の混じった悪口を浴びせた。しかし、それまでの事務官長と違い、林は自ら陣頭に立って、職務をこなした。そして事務官長の報酬は、一切受け取らなかった。その代わり、 彼はかねてからの念願を実現させた。千年にわたる日本美術の総体を日本古美術展として万博会場に展示したのである。国宝級の美術品を1月半もかかる船便で送る危険を犯して日本の芸術、文化を世界に展示したかったのである。それは世界の知識人に大きな感動を与えたのだった。しかし、博覧会の終了後、 林と出品人との間に大きな異かいが起きた。万博終了後、出品人は売れ残った品を投げ売りして帰国するのが慣例だった。それは開催国の商人に大きな損害を与え、日本商人の衝動徳のなさを各国から指南されていた。その非難を受け止めた林は、世界の商法に従えと投げ売りを絶対に許さなかった。 自国民の利益を守らない、売国やつ、国族の悪馬は最近まで残った。30年にも及ぶパリを中心とした仕事の中で、林は世界中に友情を培った。日本人らしい、細やかな心情、巧みなフランス語の話術は、信頼と友情を尊敬にまで高めた。またルイゴンスや、ジャポニスムの用語を作ったフィリップ・ビュルティなど多くの、 研究者を助けることで、彼らからの援護も得ている。エドモンド・ゴンクールの晩年の二つの著作、歌まろ』『北斎は、林の助けによって刊行された。世界中を旅しながら、各地の港から資料を送り続け、戦中で構想を練った。難しい日本語を懸命に翻訳、口述している林の姿を、ゴンクールは日記に書き留めている。以下の証言は、 その交流の一例である。林が言うには、何せ哲学的な観念については、私たち日本人はどこか収集家に似ているのですよ。つまり、ガラスケースを持っていて、その中には、完全に引きつけられるものしか入れないのですが、かといってその惹かれる理由そのものは、あまり詮索しない、収集家なのですよ。なんとも、独創的な考察だ。エッドモンド。 ゴンクール、ゴンクールの日記より、役文は一部改変。ドイツのフライブルク大学教授、エルンスト・グロッセとの交友は、林の死後まで続いた。帰国の時、グロッセから受けた数々の援助に対して、もはや報いる力を失った林は、遺書の中で、自分のコレクションの中から、グロッセの意のままに、美術品を選ばせ、低い値段で譲ることを妻に命じた。 来日したグロッセは700点もの工芸品を選び、2万円余りの値段で譲り受けた。ベルリン東洋美術館は、この友情によって誕生した。在留日本人も少ないパリに一人生きた林は、世界を巡り、美術品を売りさばきながら、日本を紹介した。その世界的な視野をもって、祖国の近代化にも力を尽くした。しかし、悪口増言は残っていても、 林忠魂を知る人も、真に理解する人も少ない。彼の仕事は、浮世絵を世界に紹介し、印象派の作品を初めて、日本にもたらしただけではない。19世紀末のパリの華やかな時代と、同時代の、決して、明るくなどない名人を知る上でも、常に、世界の中の日本を見据えて、日本の進化を守った、林忠魂の指揮権は貴重なものであろう。 林の没後その美術コレクションは数度に分けられ売却処分され日本国外等へ流出また蔵書もバラバラに処分された目録は林忠正蔵書売立目録2000年をはじめとして多く残されている林忠正の研究検証が本格化したのは近年である美術史や小島菊子は晩年執筆した若き日の改装で 林コレクションの一端しか知り得ず、本格的に調査できなかったことを悔やんでいる。なお、パリでの林の活動は、ユミツネオ、ジャポニスムから、アール・ヌーボーへ、鹿島茂るパリの日本人の、各、林忠し・の章で紹介されている。上記2作品は、日本にある西洋絵画のうち最も早い時期に収集されたもので、コローは1891年。 ドラクロアは1892年に、林忠正が、パリの画商、アルフォンス・ポルティエから購入した。林は、コローの作品を好み、ビルダブレーは、お気に入りの作品だった。1905年に帰国した時、新橋にあった自宅の洋館の一室を、コローの間と称し、コローの作品3点と、クールベの作品を飾ったという。これらや、 同じくブリジストン美術館像の真似の素描、ラフ像は、同人の収集品の多くが散逸した中で、珍しく、日本に残ったものである。他に、前大工特会にも、1910年明治天皇の行行に際して、洋館の室内装飾のため購入した、林久像の、ウジェーヌブーダン、センタクフズや、ジャン・レオン・ジェローム、アラビア人に、馬、ラファエル・コラン、 翌夜に三美人などを所蔵し、東京国立博物館には、遺族が寄贈したポールルヌアールのデッサン197点、油彩が1点を所蔵している。ありがとうございます。